車好きなら誰もが憧れる極限状況でのコンペティション、最高速サーキットアタック04ドリフト。これらの戦いを20年間記録し続けてきたビデオオプション。そして歴史には常にこの3文字のロゴがあった。戦後間もなく旧中島飛行機の工作機械を使い、新たな産業の未来が動き出していた田中工業株式会社。一軒家からスタートしたその会社は、今では世界の車好きが注目する名となった。純オートメカニック、ゴッドハンドを持つ男。東京から車でおよそ1時間、埼玉県入間市。整然としたショールームの奥にその男がいる。純オートメカニック専務取締役、小山進。純グループの構成、母体的には田中工業って呼ばれるところの機械加工部分ですね。でそこで、まあ、昔からやってるこう内燃機屋さんといわれるボーリング屋さんという仕事と、純という部品のブランドの製品製造ですね。それとあと、まあ、OEM 供給したり機械加工したりという部分ですね。それとあと直接のエンドユーザーの、サービスのためには、まあ、純オートメカニックという形で、車のチューニングを直接行う部分ですね。それとあと、板金部門という形で純オートワークスという形の3つの舞台から成り立ってますね。チューナーへの道、自動車屋だったね、車の田舎ので、それで高校が、自動車科の専門学校に卒業入ってたんですよ。ただ卒業前に親父が倒れちゃって、で東京トヨペットに就職したんですよね。でその時に、自分で個人的にカローラを乗ってて、でその当時なんでチューニング部品ってないもんですから、それを今の社長のところにフライホイールを削ってくださいって言ったのがこのチューニング業界に入るきっかけで。突然来た来訪者をどう思ったのか。ちょうど、彼が 私のところに来たのはおそらく、10分ぐらいだと。で彼はカローラ乗ってまして、まあ、そのフライホイールをですね、私のように軽量してくださいということで確か来たのが最初だったと思います。まあ体の大きいやつだなというような印象だったと思います。でそこに、まあ忙しいからちょっと手伝ってくれやって言われたのがきっかけで、1年半ぐらい昼夜働いてましたね。だから昼間トヨタに行って、でトヨタ終わって9時ぐらいから夜中の1時2時の1年半続けて、めきめき実力をつけていた小山のもとへ Z の企画で稲田大二郎が取材に訪れた。ラジエーターの取り付けという小さな記事の取材だった。まだ純でなくて田中工業だよ名前が。そこでいわゆるもう機械加工でエンジンのいろんな部品とかを作ってたという、まあ、一応有名だったからね、その職人系でね。そこに行ってまずアルミラジエーターを作りに行って、その時からまだ小山さんなんかまだ本当は若くてね、まだ子供みたいだったね。やっぱり一緒にじっくり話になったのはボンネルで始めた時かな。小山さんの車で一緒にね、車の方を十分に詰められるだけちょっと考えること考え直したと思いますんで、まあ頑張りますので。大と小山のコンビはついに最高速のステージへ挑戦した。ね、というわけでこれをこっちへやると燃料カットです。これメインスイッチです。さまざまなアクシデントを乗り越え、いよいよスタート。完全に水平な潮の平原を全開走行、終わってみれば367キロという大記録を樹立した。翌年の大会にも続けて参戦。なんと 419.84 キロのワールドレコードを樹立。その後このマシンは
ファイナルを変更する程度の改造で一般ユーザーの手に渡り、公道も問題なく走れることを証明した。矢田部へのデビュー、多分その時代は無名だったんで、無名な人間が行っていきなり300キロ出たよっていうようなインパクトはあったんだと思うんですよね。ボンネビルに先立つこと3ヶ月前、テスト走行のため小山は矢田部にやってきた。まだまだ紙面ではそれほど有名ではなかった。しかしもう300、340出てると思う、330ぐらいね。矢田部ではもうこれ以上スピード出せないの。5速に入れちゃうともうバンクでスピード起こっちゃうから、4速で目いっぱい引っ張って、このくらいだから、かなり可能性はあるんだよね。すごいチューナーだ。1回目の走行で限界速度に達した。オプションはこのテストを大きく取り上げ、周りの評価はうなぎ登りに上がっていった。レースへの挑戦、その後サンデーレースというものは個人的には非常に好きだったんですけど、でオプション2っていう雑誌の企画でですね、サンデーレースを走ってただけのはずだったんですが、その当時の編集中に丸め込まれて GT を間違いなレースを始めてしまったというのは本当に今から思えば失礼かもしれない。1996年、純オートメカニックは SR20 を搭載したスカイラインでレースに参戦した。そのレースは全日本 GT 選手権、しかもメーカーワークスがひしめく GT500 クラスだった。当時から GT300 クラスには RE 雨宮が参戦していた。車作りには一定のノウハウがあったものの苦戦が続いた。車自体は遅くはなかったが、なかなか成績がついてこない。レースは総力戦、 GT 初参戦のチームは資金も経験も不足していた。いろいろ勉強させられますね。例えばレースだから、一瞬のタイムはね、絶対的にタイヤも違う、車種も違うんで叶わなかったんですけど、じゃあホームストレートで最高速にチャレンジしてたような部分があって、そういうのが認められて、こうレースチームにうちのエンジン使ってもらったりとか、そういうこともあってね、逆にある意味レースとしては結果出てないんですけど、その当時みんなが諦めてた SR20 っていう今の主流のエンジンを誰も手掛けないことにやったっていうのも実績できたんで、それはそれで GT で得るものは多かったですよね。チューナーとしての目標、例えばその自分が始めた当初から、生き残ってるという言い方変ですけど、天さんなんか憧れの人でしたよね。東京都江東区、今日も自ら車を製作する雨宮勇。目標って何が目標、女は若い子と付き合ったことあるけど、それが目標なのかね、ちょっと分かんないけどね、嬉しいですけどね、それ言われると。ただ久しぶりに差はありましたね、なんとなく。小宮さんで500ですね、かなり苦しいんだと思いますよ。で、勉強になったんですかね。 D1 への興味、やっぱり要素的に必要なのが04的なトラクションが必要であって、キビキビ動くフロントの足っていうのはサーキットみたいのが必要で、でドリ的にはそういうのこうサーキット04をミックスしたようなもの、ほんの些細なことが車の動きとしては大きな変化を生んでる、ちょっとまだね理解しかねるモータースポーツですね。分かんないことがあるのを理解するのは楽しい。 D1 グランプリ第2戦スゴ、華やかなドライバーの陰で裏方として小山の仕事は多忙を極め、練習走行中、チームオレンジ田中の車がミッションブロー。帰るべ、どうせ帰るべ。俺乗った、貸してあげるから。なんと菅生まで乗ってきた小山のレガシーからミッションが降ろされちゃった。こんなことで勝負を諦めるわけにはいかない小山のメカニックとしての意地だ。ギャラリーも固唾を飲んで見守る。
寂しいな。マイカー選挙しかしてない新車が取られた。不動車。ゴッドハンドと呼ばれて。やっぱり壊しちゃいけないし、性能はお客さんが満足するものを出さなきゃいけない。だけど壊らないようにまあいかにセッティングしていくかっていうのが大事であって、それでまあ結構認められたかなっていう部分は。中国香港からほど近い広東省ズーハイサーキット。ここでは日本車チューニングカーが一つのブームを迎えており、レースも10戦以上開催されている。ここにも純のステッカーを貼った車がゴロゴロ、13台が小山のメンテナンスを待っている状況だ。それだけ小山の腕が圧倒的に信頼されているのだ。これでね、見てもらうと分かるように、ボンネット結構ガムテープいっぱい貼ってるでしょ。ボンピンがね、やっぱ突起物でね、一応ストリートなんでリーガルならしくて、みんなカーボンのとかボンネット変えてもボンピンなかなかつけてくんないですよね。ところ変われば習慣も変わる。そんなところでセッティングを始める。ワンモア。No, no, no. Mr. Lei Sei is the axle on the channel. The tire check is the air. Some is the water screen, little bit water screen coming level is much better than this one. Yeah, yes. Koyama-san used his gold hand on this machine, so a very quick lap time now. Yes. Yes, we call him a gold hand. He can help any problems. He can fix anything of the car. He is the god of the car. Very wonderful mechanic. The perfect, perfect, perfect. で、やっぱり言葉がなんていうのかな、通じない部分があっても、結局セッティングしてどうって言った時に、だいたいにっこりしてる時は、まあ絶対 OK ですね。それは世界共通ですよ。いよいよレースがスタート。小山チューンの車は好調に周回を続ける。壊れることもなくフィニッシュ。メインのね、チューニングクラスのフリークラスで 1-2-3 をトップ独占でできたんでね、まあこういうことがあるとね、やっぱ来て気概もあるし、やっぱ嬉しくはなってきますよね。今回のシルバーステイツは、本当にね、例えばエンジン作るのも一つで、セッティングするのも一つで、例えばレースだったら事前にそのコースへ行って下見のテストして、だいたいこのぐらいのセッティングでいいよっていうのができるんですけど、あそこに関しては今まで本当に経験したことないようなね、例えば事前テストなし、標高 2000m 超えでアクセル全開、まあ日本でシチュエーションとしてないですよね。でそれでなおかつ30分連続、まあ多分あそこでやって、例えばそこそこの記録 でゴールできたら、きっと今までやってきたチューニングというのの、例えばね、大学じゃないですけど卒業証書を大ちゃんがもらってもいいんじゃないかなっていうふうに思うぐらい、こう過酷なステージだと思いますけど。本当にね、今年はもう4年目でね、絶対ね成功させると思ってる。まあね、あそこも平均300以上ぐらい出して優勝したいね。そして負けちゃいられないからガチンと頑張っていくからね、見て注目してよ。3年連続で残念な結果に終わっているシルバーステイツ。特に去年はレースに参加することもできなかった。3年間の悔しさ、それはこのマシンが一番よく知っている。